こんにちは。今回は氷川きよしさんの新アルバムリリースイベントの様子やテレビ番組出演の情報などをまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。演歌歌手の氷川きよしが25日、26日に新アルバム新演歌名曲コレクション10優勝報部のリリースイベントを行った。先日発売されたばかりの同アルバムは、氷川の20年の集大成ともいえる豪華な曲ばかりで、そのイベントも朝からファンが多く訪れる盛況ぶりを見せた。オープンイベントかつお昼時とあって、居合わせたサラリーマンや若い世代も足を止めて観覧。アルバムの購入者には、ステージ前の観覧席の抽選があり、間近で氷川の歌を楽しんだ。アルバム収録曲の歌唱ではもちろん、合間のトークでも観客を楽しませた氷川は、アンコールの声にも応えて、人気曲、限界突破サバイバーもシャウトし、会場中を大きく沸かせていた。撮影禁止のイベントとあって、SNS で投稿される写真は、会場やチケットのものが主だが、最高に可愛かった。シャウト聞いちゃった。すげえ美人。最高。抽選は外れたけど、頑張って応援しました。素敵な時間でした。など、熱の伝わる言葉が並び、いずれの会場でも大盛り上がりの様子だった。発売されたばかりのアルバムについても、いち早く手に入れたファンが SNS やブログを通して、その感想や感動を分かち合っているが、10月から11月にかけてもまだまだ出演が盛りだくさんの氷川に対しては、チェックしきれない、出演多すぎて忘れそうといった嬉しい悲鳴も多く上がっている。30日の午後9時からは今日の料理ライブで、ハロウィン前夜祭と銘打ってかぼちゃ3種類を使ったシチューやプリンなど、この季節にぴったりなディナーを作るため腕を振るうが、タイトルは歌って踊ってきよしのマジカルクッキングとあり、歌やダンスの披露もありそうだ。20周年コンサートや第19回虹の架け橋マワコロ募金コンサートの模様をテレビでも楽しめる番組やコンサートツアーなども目白押しだ。年末も迫り、紅白出場や来年などの話題も出てくる中、来年2020年のカレンダーも販売予定で、郵便局で購入の場合はブロマイドや粘土はがき、クリアファイルの付属したセットも販売される。もちろん一番の注目は紅白出場だ。デビュー20周年イヤーということはもちろん、大丈夫の売り上げを考えても人気を考えても出場はほぼ確実と言えそうだが、それでも発表が行われるまでは安心できないのがファン心。20周年を迎えて、これからもさらなる飛翔を決意したとは。ぜひとも真っ先に出場を決めてほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。